よーい、スタート。左の遠野ヒノキ、青い方の線が、スリバック海です。思った以上にスリバック海が剛性高いです。さすが四国を使った格子だけある。相当思った以上にスリバック海が高いです。あっという間にもう間もなく10キロニュートンを超え、ただいま10キロニュートン超えました。杉だけを使っているようなああいう壁ですと、大体もうこれぐらいでかなり土台がやばい状態になってくるんですけども、今のところ全くビクともしておりません。すごいです。現在荷重が 12.5 キロニュートン、左の壁が27ミリ、右の壁が40ミリ、現在15キロニュートン超えました。左の壁が34ミリ、右の壁が59ミリ、右はだいたいああいう、抜きを何段も入れた壁ですとかなりもう普通柔らかくてあちこちめり込んで大きく変形してくるんですが、未だに、男性域を保ったような状態になって、直線的にまだ上がっています。現在荷重が、17キロニュートンで、左の壁が39ミリ、右の壁が72ミリです。20キロニュートン突破しました。右の壁は金物を一切使ってませんが、20キロニュートン突破してまだまだ、上がり続けています。右の足元がやや浮き上がってますけどまだ大丈夫そうです。現在荷重が 23.4 キロニュートンまで上がってきました。左の壁が58ミリ、右の壁が135ミリです。荷重が25キロニュートンを突破しました。左の壁が64ミリ、右の壁が157ミリです。キロニュートンに達しようとしていますが、通常の長ハゾコミセルですともうこの辺りでとっくに、壊れているんですけども、中脚がまだほとんど浮き上がっていません。驚くべき性能です。現在荷重が27キロニュートンに達しようとしています。左の壁が73ミリ、右の壁が187ミリ、抜きも圧縮木材ということなのでかなりめり込みが、抑えられている。かなり、音がしてしかし、ただまだ荷重は上がり続けています。現在荷重が28キロニュートン、左の壁が78ミリ、右の壁が217ミリです。現在荷重が 28.7 キロニュートンになりました。左の壁が82ミリ、右の壁が143ミリです。29キロニュートンまで来ました。
金物を全く使ってない壁としては多分これまでの最高級になっていると思います。現在 29.5 まで行きました。左の壁が 84mm、 右の壁が 263mm です。30キロニュートン超えました。結構大きい音はしてるんですが、荷重が大きく落ちることは未だにまだ起こっていません。で、粘りながらどんどん、変形しながら、まだまだ、荷重は一定に保たれている状況です。荷重は30キロニュートン前後を保ったままで変形が進んでいます。非常に粘り強い、優れた性能の壁です。数年前までの体力ジャパンカップのレベルでいうともう優勝してもおかしくないけれども体力です。現在、荷重がまだ 30キロニュートン前後を、推移しています。左の壁もかなり柱脚部分は浮き上がってきていますけれども、大きな損傷はなさそうです。かなりあちこちでめり込みながら固くめり込みながら粘っているといったような状況ですね。現在左の壁が 93mm、 右の壁が 364mm で荷重は 30kg 保っています。すいません、ジャッキのストロークがこれでほぼ、引き切った状態になりましたので、この勝負は東濃ヒノキの壁の、勝利となります。どうもありがとうございました。